アルバロ・オルメーニョは、チリ・サンティアゴ出身のサッカー選手。チリ代表であった。ポジションはディフェンダー。2000年に、チリ2部リーグの CD、ニューブレンセからデビューし、2001年は、クラブでデポルテス・オバジェでプレーした。2002年にサンティアゴ・モーニングに移籍し、一部、リーグデビューした。サンティアゴ・モーニングでは8試合に出場して1得点した。 2003年にエベルトンデビニアデルマールに移籍し、3シーズンを過ごした。2003年には2部で優勝した。2005年6月、クラウス・ウラ・トーナネントが始まる前に CSD コロコロに移籍した。CSD コロコロでは2年間で35試合に出場した。CSD コロコロに加入して18ヶ月後の2007年1月。 アルゼンチンのクラブでヒムナシアイエスグリマラプラタに移籍した。2011年1月、フルス CSD コロコロに移籍した。2007年、代表選手6人でコパアメリカの最中に宿泊していたホテルの備品を壊すなどし、チリサッカー連盟から20試合の出場停止処分を受けた。ありがとうございます。